はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、Kubernetes で構築する PHP 開発環境ということでお話をしたいと思います。はい、今日の流れはこちらになります。まずですね、Kubernetes についての基礎知識ですね。ただ Kubernetes ってものすごく覚えないといけないことたくさんあってですね、とてもじゃないですけど今日の時間じゃ無理なので、今日の開発環境を作るがための必要最低限のところに絞ってお話をします。ですので、これだけ聞いて、Kubernetes のことが分かったっていうのはかなり危険なので、そこをご了承ください。で、あと、PHP 開発環境の構築ですね。実際に Kubernetes 環境で PHP の開発環境を作るというところをご説明して、で、最後ですね、これ多分気になっている方もおられるかと思うんですけど、Kubernetes 最近よく聞くけど、じゃあ、自分たちが、特に PHP の開発環境に使うべきかどうかというところをですね、お話しして終わりたいなと思います。はい。ということで、基礎知識の話なんですが、先にちょっとお聞きしたいんですけど、この中でですね、Kubernetes を使っているよって方、どれぐらいおられます？数えれるぐらいですかね。10人いるぐらいですかね。あ、はい、ありがとうございます。そうですね。素晴らしい。じゃあ、大丈夫ですね。はい。で、先ほどもちょっと触れましたけど、この発表についてですね、先に、言っておくとですね、開発環境に限定した内容です。本番環境とかですね、言うとスケーラブルでどうのこうのみたいなことはもう一切考えてないです。自分の PC ですね、こういう Mac とかで動かすためだけの話です。でですね、Kubernetes は最近すごく流行ってるっていうこともあるし、Kubernetes 単体ではですね、ちょっとやっぱ不便なこともいっぱいあって、ツールがめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。ほんと1個のツールを調べると、さらにその次のツールが出てきてみたいな感じですね。ほんとツールたくさんあるんで、それらを活用した方が効率的ではあるんですけど、ここではですね、そういった、ここに例示してますけど、ヘルムとかカスタマイズ、カスタマイズって読むのかな？カスタマイズとかですね、こういったものは一切利用しません。Kubernetes だけです。で、構築するという内容になっています。はい。でですね、Kubernetes です。よく K8S とか書いてあります。これ、確かね、読み方は K8 って書いてたような記憶はあるんですけど、英語の8に K をつける発音だってどっかで読んだんですけどね、その元が全然探せなくてですね、嘘かもしれないんですけど、誰かちゃんとした発音わかるかと教えてもらえると嬉しいです。でも日本人同士でこれ普通に話してるとみんな大体 K8S、K8S って言ってるので、K8S って今日は行きます。どういったものかというとですね、コンテナアプリケーションをいい感じに動作させる OSS です。で、開発環境で言うとですね、ホストですね、Mac とか Windows とかいうホストの OS からは独立した環境を作ることができます。なので、皆さん、広く言うとですね、例えば Vagrant とか、あとは最近よく Docker Compose とか使ってると思うんですけど、ああいうものと似たような感じだと、とりあえずは捉えてもらえるといいです。で、もうかなりですね、デファクトとなりつつあるので、多分今後も、名前を聞くこともよくあるでしょうし、現場で触ることもあるでしょうし、ノウハウもそうですしね、あと周辺ツールですね、さっき言った通りですね、ものすごくいっぱいあります。で、Kubernetes触ってるとですね、もう、YAML をとにかく書くんですよ。もう、日々 YAML を書くことになるので、とにかく YAML と向き合うっていうことが、多くなります。あんまり思わないですかね。はい。じゃあですね、Kubernetes の実行環境ですね。じゃあ皆さんの PC に Kubernetes を動かすってなった時にですね、Kubernetes ってコンテナアプリケーションをうまく動かすって話が出てくるんで、Docker だけ入っていればいいというふうに取られる方がおられてですね。というか私も以前そうだったので、でも実はそうじゃないんですね。実行環境っていうのは別に入れる必要があります。で、メジャーなところだと、この Docker デスクトップフォーマックですね。これは Docker が動くんですけど、実はこの中に Kubernetes が動くためのですね、機能も入っています。ちょっとね、今デフォルトがイネーブルになってるかちょっと忘れちゃったんですけど、もし、動いてなくてもですね、Docker デスクトップのですね、コンフィグのパネルのところでですね、Kubernetes のタブがあるんで、で、イネーブルドってこう、チェックつけるだけで、それだけで動きます。なので、まず試すんだったら、多分これが一番簡単です。なので、今日もですね、これを使ってデモとかを行います。
で、他にはですね、ミニクベとかカインドとか、まあ、いろいろ、本当これもいっぱいあるんですけど、まあまあまあ、それは今後ですかね。はい。で、クバネテスをですね、知っていく中で、大切なのが、このクバネテスオブジェクツというのがあります。これどういったものかですね、クバネテスの、まあ、クラスターがあってですね、その中にいろんなコンポーネントみたいなものです。っていうのをいっぱい作っていてですね、まあ、それらを組み合わせて、コンテナアプリケーションを動かすというようなことをやるんですけど、まあ、これもですね、種類もいっぱいあるし、設定もいろいろあってですね、本当複雑なんですよ。ただですね、今日はあくまでも開発 PC の中で、PHP の開発環境を作るというだけなので、この3つに絞ってお話をします。それが、Pod と Config マップとサービスというものです。まず Pod ですね。こちらはですね、まあ、単一とか複数のコンテナをまとめたグループみたいなものですね。なので、皆さんがよく使っている Docker コンテナありますね。まあ、これをこうラップするようなものだと思ってください。で、一つのポットの中には複数のコンテナを入れることもできます。なので、例えば PHP のポットだったら、多分 Nginx のコンテナと PHPFPM のコンテナを同じポットに入れるということをやるかなとは思います。で、このポットっていうのはですね、Kubernetes の中ではですね、コンテナアプリケーションを扱う、いわゆるまあ最小単位みたいなものがなっててですね、同じポットの中の Nginx と PHPFPM はですね、これお互いローカルホストで通信ができます。まあその辺のこうネットワークの良しなしも全部Kubernetes がやってくれるということです。で、これがですね、先ほども言いました YAML ですね。これPHP のポットを書いた例ですね。でまあいろいろ決まり事はたくさんあるんですけど、上から順々に見ていってですね、多分このスペックって書いてるところですね。で、その中にコンテナってあってですね。で、さらにその下にイメージってあると思います。だこのコンテナーズの下にですね、ポットに含めるイメージを書いていく。まあそういうイメージです。ですので、これはですね、PHP のポットなので、真ん中ら辺ですね、イメージ、コロンの後ろが Nginx になってると思います。で、さらにずーっと下がって下に行くとですね、イメージコロンで、PHP の FPM のこれはイメージです。っていうのが指定されてですね。まあ、これを見れば PHP のポットの中に Nginx と FPM が2つ入ってるんだなということがわかります。まあ、ここで見せたらすごい単純な例なんですけど、この中にめちゃめちゃいろんな設定が今後入っていきます。はい。次はですね、Config マップというものです。これはですね、設定情報とか、あと設定ファイルとかをですね、まあ、ポットとかにこう、注入するというか、まあ、マウントさせて使うようなものです。なので、コンフィグマップ自体は単体で何かができるわけじゃなくて、あくまでもそういった情報を持っているというようなものです。これもですね、例示すると、こちらのような YAML になります。コンフィグマップっていうのはですね、名前の通りマップになってるんですね。なので、キーとバリューのペアになってます。なので、真ん中ら辺にあるデータってところですね。ここから下がコンフィグマップに含めるデータなんですけど、php.ini っていう、これがキーの名前です。で、コロンの下の部分がですね、これが php.ini の設定になってるんですけど、これが、値、バリューの部分ですね。で、同じように下に下がると、www.conf ってあって、これは php.fpm の設定ファイルだと思ってください。これキーになって、その下にさらに php.fpm の設定が入っている。いうような感じです。なので、キーに対して、単一の何か値だけを、文字列だけをポンって入れることもできますし、この例のように、まあ、これちょっと短いですけど、本当はもっと長い PHP2 の設定とかですね、設定ファイルの内容を言うとここにボンって貼るようなイメージです。で、こうした設定はですね、ポットでボリュームとして、アタッチをして、で、ボリュームマウントというので、マウントをします。これでですね、先ほどのコンフィグマップの内容がファイルとして、PHP のポットの中で使えるというような感じです。ね、Docker Compose だとね、一行書くようなことがですね、こうやって何ステップが必要になったりとかにして、なかなかちょっと手間がかかります。はい。で、もう一つですね、サービスというものです。これはですね、ポットで動くアプリケーションをサービスとして公開すると
というようなものです。PC の中でですね、使う開発環境としてはですね、多分一番便利なところはですね、Mac 上のアプリケーションから Kubernetes のクラスターの中に入っているポットに対してアクセスするときですね。ときに、同じ PC の中ではもちろん動いてるんですけど、Kubernetes のクラスターで完全に独立して動いているので、直接ポットの IP を叩けないんですね。なので、このサービスというのを立ち上げて、サービス経由でポットにアクセスするということが必要になります。で、このサービスではですね、タイプが本当にいろいろあるんですけど、その中で、まあ開発に便利なこのロードバランサーというのがすごく便利です。で、これ何が便利かというとですね、Docker デスクトップフォーマックの場合はですね、このロードバランサーを指定をしておくと、ローカルホスト、Mac のローカルホストとして、このサービスにアクセスすることができます。例としてはこんな感じですね。下がまあ、YAML ファイルになってるんですけど、これはですね、サービスの名前がサンプル -php という今名前になっているんですね。ポートとしてですね、8000ポートを公開するようにしています。なので、このサービスに対して8000ポートでアクセスすると、さらにこれに紐付けられた PHP のポートに、アクセスできるというような構造になります。で、Kubernetes クラスター内からですね、このサンプル、サービスの名前ですね、サンプル -php でアクセスできますし、PC からですね、ホスト側からは、ローカルホストコロン8000と叩けばですね、このサービスにアクセスができて、さらにサービスに紐づいたポットにアクセスできるというような形になります。はい。というところまでがですね、基礎知識です。で、ここからですね、これを活用して PHP の開発環境というのを作っていきます。で、こちらがですね、構成図です。右側にある、ブルーのですね、ボックスが、これが、Kubernetes クラスターの中だと思ってください。ここではですね、Docker デスクトップを使ってて、で、先ほどご説明した、左からサービスがあって、ポットがあって、で、ポットがコンフィグマップをマウントしているというような構造になります。で、サービスはですね、ロードバランサーにしているので、Docker デスクトップの場合はですね、左側にある、例えばブラウザーとか、あとは PHP Storm とか、VS Code とか何でもいいんですけど、そういった Mac 上のアプリからサービスを介して PHP のポットを利用したりとか、あとはウェブページを見たりとかですね、そういったことが可能になります。ほんで、あとですね、PHP の開発ですごい大事なのがですね、ソースコードはホストに置きたいんですよね。普段自分たちは PHP Storm とか VS Code とか、Mac 上のアプリ、Windows 上のアプリを使って PHP のコードを編集したい。でも実行は Kubernetes の中でやらしたい。っていうことをやらないといけないので、Kubernetes クラスターの中からですね、そのホストのファイルをマウントするということをですね、やらないとですね、なかなか便利には使えないんですね。だからここは結構ポイントになります。はい。ということですね、構築するポイントですね、4つ挙げています。それぞれについてお話をします。まずは、設定ファイルです。これ設定ファイル何かっていうとですね、アプリケーションの設定だと思ってください。よくララベルとかだと .env ファイルとか、あと、いろんなフレームワークでいろんな設定ファイルあると思います。で、特に、この Kubernetes のクラスターで関係しそうなところですね、データベースのホストの指定とかですね、じゃあ何書けばいいんだろうというところがですね、一つポイントになります。で、そこで出てくるのがですね、さっきのサービスという概念で、ここに直接 IP アドレスとかを書くんじゃなくて、サービスの名前をここに書いてあげるんですね。サービスの名前を書いてあげると、同じクラスターの中であればですね、サービス名だけで、クラスター内のポットとかですね、サービスとかはサービス名で通信ができるので、なので設定ファイルには、このようにですね、サービスの名前を書くということをですね、覚えていただければなと思います。で、次はですね、ホストディレクトリのマウントです。これが先ほどお話したですね、ソースコードを PC に置きたい。でも実行は Kubernetes クラスターの中でやってほしいというところですね。で、一応方法はあってですね、ポットのボリュームにホストパスというものがあります。これを指定するとですね、ホストのディレクトリをポットの中でですね、マウントして、
ボットの中のディレクトリー用に扱うことができます。でこれすごい、あ、便利や、これでいいやんと思うんですけど、一つだけ難点があってですね、これ、ホストのパスを直書きしないといけないんですよね。だから、今私がこの Mac 上だけでやるのは簡単なんですよ。なんですけど、当然そういうわけにいかないですよね。あの、一人の人でも複数の PC 持ってたりするし、チームでみんな同じパスにしないと、同じディレクトリーじゃないと、PHP のコードを置けないと、すごい便利、不便だと思うので。なので、ここちょっと悩みどころで、いい解決方法があれば、ぜひ教えていただきたいんですけど、あの、今のところ僕はセットで置換っていうですね、すごく、なんか、ローテクというか、で、今のところは解決をしてます。はい。で、次は、Xデバッグによるリモートデバッグです。これはですね、あの、あまり全然難しくないです。あの、Docker Compose で実現できてる人だったらめちゃめちゃ簡単です。というのは、Docker デスクトップの場合はですね、このコンテナの中から docker.for.mac.localhost っていうのを指定するとですね、これはあの、ホストに対して通信してくれるっていうふうになってるので、これ同じように、xdebug.remotehost に指定してあげれば、同じようにリモートデバッグができます。で、あとですね、皆さん多分、PHP の開発をしててですね、PHP ユニットを動かしたりとか、PHP CS、かけたりとかですね、PHP スタンを動かしたりとか、まあ、いろいろコマンドを動かすと思うんですけど、その辺の実行はですね、このキューブコントロールっていう、まあ、Kubernetes のですね、まあ、いろんな操作をするクライアントツールがあってですね、まあ、これ標準のものです。で、これでですね、キューブコントロールエグゼというのをやると、指定したポットの中でコマンドを実行するということができます。なので、ここではですね、サンプル PHP っていうポットに対して、ただサンプル PHP はイメージが2つあるんで、コンテナが2つあるんで、-C で PHPFPM のコンテナの中で、その後ろのものですね、ベンダービン PHP ユニット、コマンドを動かしてください。というような指定を行います。これでですね、ポットの中のコンテナの中でコマンドが実行できます。ただですね、これあの PHP Storm には全くこういう連携はないので、今だとあの Docker Compose で立ち上げたコンテナの中で PHP ユニットの実行とか PHP Storm からできるんで、すごい便利なんですよね。PHP Storm の中でこう、各 PHP ユニットがバーって実行されている様子が見れて、で、失敗したらレッドになって、で、さらにソースコードの行番号とかも出てくるから、それクリックしたら、あの、ソースコードが表示されるとか、そっちにジャンプできるとか、すごい便利な機能があるんですけど、一切ないです。なんで、これはもう普通にターミナルから叩くしか、今のところはないです。な感じでですね、まあ、いろいろ環境構築しないといけないことがたくさんあるので、僕は今のところはメイクファイルでまとめてます。で、まあ、メイクインストールすれば、もうよしなり全部やってくれると。その裏では何個コマンドが走ろうか気にせずにですね、やるようにしてます。だから K8S-apply の下にあるのがセットのコマンドですね。これはさっきあの、ホストのパスを解決するためのコマンドです。はい。ということで、ちょっと軽くデモをしたいなと思います。今ですね、もうこれクラスターが立ち上がってる状態です。ちょっとさっきテストしてみるとですね、ちょっと不安定で、めちゃめちゃ時間かかる時があるんで、もうあのクラスター作ってあります。上から見てるとですね、まずポットが3つ並んでます。これは、データベースのポットで、DB、テスト用の DB のポット。で、あとは PHP のポットですね。で、真ん中に行くとですね、このサービスが4つ並んでます。ただ一番上はあの Kubernetes のサービスなので、これは気にしなくていいです。で、そこから3つですね。サンプル DB と、サンプル DB テストと、サンプル PHP ですね。で、サンプル PHP の横の書いてあるタイプっていうのは、これロードバランサーになってると思います。なんで、これはロードバランサーとして動くので、ずっと右に行くとですね、ポートというのがあってですね、ポートの一番最後ですね、8000番というのが左に振られていると思います。なので、これはローカルホストの8000番にアクセスすると、このポットにアクセスすること、このサービスにアクセスすることができると。ということですね。なので、これ実際にどんな感じかを見てみましょう。これローカルホストの8000番です。ね、まあ、といっても、まあ、もうこれは表示しているだけなんで、あれなんですけど、で、いくつかちょっとルーティングを仕込んであるので、例えば、インフォってやると、これ PHP インフォが表示されるようになってます。
で、これ見ていただくとわかるんですけど、PHP7.4.0 ですね。が、今、Kubernetes クラスターの中で動いているということです。で、あとはですね、今、ハローってメッセージが出てると思うんですけど、これをですね、PHP Storm で Mac 上で書き換えると、ちゃんと変わるというのをお見せしたい。ここですね。ビッグマップを増やしてみましょうか。で、保存して、これでリロードすると、まあ、ちゃんと増えてると。ですね、ここは。なので、Mac 上で編集した PHP ファイルがちゃんと Kubernetes クラスターの中で動いているということです。はい。で、あと5分なので、ちょっとまあ、この辺にしておきます。まあ、これはもう GitHub に、上げてあるので、皆さんの PC でも、構築することができます。はい。ということでですね、最後ですね、PHP の開発環境に Kubernetes を選ぶべきかというお話です。でこれですね。まあ似たようなことができるというと、まあ今日何回も登場してますけど、Docker Compose がやっぱありますよね。でそれと比べるとですね、正直構築するのめっちゃ手間がかかります。めっちゃっていうか、まあ僕はだいぶなんか慣れているので、まあこれぐらいだったらそんなに手間じゃないですけど、とはいえこれから覚えるってことを考えるとですね、割と手間がかかります。で、あとですね、Docker Compose で、イメージをオンザフライでビルドしている方って結構おられると思うんですよ。イメージの一部だけ、設定、拡張をこれだけ追加したいとか、それで、Docker ファイルとか、Docker ファイルがあるディレクトリーとかを指定して、Docker Compose アップした時に、イメージのビルドも一緒にする人って多分結構多いと思うんですけど、それが Kubernetes 単体ではできないんですね。Docker のビルドっていうのはできないです。まあ、Docker ビルドをするためのですね、Kubernetes クラスターで動くアプリケーションみたいなものあるんですけど、単体ではできないということですね。あと学習コストも高いですし、あと、ま、PHP Storm の連携が弱いっていうか、ま、ほぼないです。YAML ファイルをですね、Kubernetes の YAML ファイルを書くためのプラグインもあるんです。これめちゃめちゃ便利です。例えば、POD だったらこのキーはないとかっていうときはちゃんと警告が出たりとかですね。すごく便利なんですけど、PHP ユニットの連携とかですね、そういうところははっきり言ってまだまだ弱いです。なのでですね、もし開発環境にですね、K8S 導入したいですって言われたらですね、僕は割とこんな感じで聞くと思います。本番環境が K8S でないんやったらまあ導入しない方がいいんじゃないって言って、で本番環境 K8S でもよく考えてってやっぱ言いますね。Docker Compose じゃダメなの？全員の PC で Kubernetes 動かすんだよ、CI もやるんだよって、それでもやりたいって言うんだったらっていう感じですね。なので焦ってやる人は全然ないです。ちなみにですね、私現在取り組んでるプロジェクトはですね、今日お見せしたのはシンプルなやつじゃなくて、かなり複雑な構成のやつをやってます。で、Kubernetes 単体でやるとすごい大変なんで、Helm と Helm ファイルっていうですね、まあ、そういったサードパーティのツールがあるので、まあ、これを活用してですね、本番環境も、検証環境も、開発環境も、CI 環境も、ワンソース、同じ、まあ、その Helm ファイルとかですね、そういった Kubernetes 関連のファイルで、構築っていうのをやってます。ただやっぱ環境によって全然要求が違うので、その違いを吸収しないといけないので、結構複雑にはなっています。だからまあ開発環境だけに絞るとですね、かなりもっとシンプルにできるでしょうし、場合によってはDocker Composeでもいいのかなとか思ったりしています。でもね、楽しいんですよ、これ。はい。なんでね、ここまで言われても使いたいとかですね、今使ってる人っていう人ってあるじゃん。もうぜひ情報交換させてください。はい。確かにでも面白いです。はい。ということでですね。まあ、開発環境に K8S を選ぶかって言われるとですね。正直今のところは学習コストの割に得られるものがまだ少ないので、まあ、焦って使わなくていいですよと。Docker Compose で大丈夫なんだったらもうそのまま Docker Compose をしばらく使ってた方がいいと思います。ただですね。これから Kubernetes を触る機会っていうのは多分皆さんどんどん出てくると思います。まあ、もしかしたら Kubernetes 上にできた何かを触って、間接的に触るって方が多いかもしれないですけど、まあ、とはいえ、Kubernetes は、まあ、しばらくは、流行るんだろうなっていう感じはあるので、学習環境としては開発環境ってすごくいいと思います。まあ、事故ってもね、まあ、すいませんで済む話なので、そういったものはいいかなと思いますし、あと、まあ、やっぱり Docker Compose ではできないっていうか、作るのは大変そうな複雑な構成ですね。
こういったものはやっぱりクバネツがいいですね。で最後ですね、やっぱもうクバネツとにかく好きっていう人はですね、頑張りましょうということですね。これで私のセッションは終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。